皆さん、焦点の時間でございます。皆さんはですね、学校の先生です。今日はですね、本格先生よろしく。漢字の成り立ちとともにですね、いい話をしてください。はい、トンドさん、宝という字がありますね。これはもう、浮かんむり、これ屋根を表してるわけです。屋根の下に玉、これパチンコで。なるほど。何教えてんねん、学生に。はい、ロブロさん。いや、皆さん辛かったらね、薬をやりなさい。薬は楽しくて草生えるとき。はい、はい、はい。めっちゃおもろいやつ。確かに楽しくて草生えとんな。うん、いや、熱もで大丈夫かなと思って。はい、エミルさん、この字は知ってるかな。はい、はい、はい、見てください。これ真ん中に心入ってるでしょ、うん、心を受け止めてこそ愛が生まれる。わかりますかこれ。心触れたら、でも先生 あれですね、実体験伴ってないから心触れたら。はい、皆さんいいですか。先ほどですね、エミパチ先生がですね、愛という字は心がうんぬんかんぬん言うてはりましたけど、心という字のそもそも成り立ち、皆さん知ってますか。こちらご覧ください。ちんちんやん。ちんちんやん。そうですね、心そもそもの成り立ち、おちんちんでございますので、愛というのはおちんちんですね。なるほど。何だったの。いや、いや、いや、なんか諦めに、またこのシリーズでございます。はい、文字を使わず、イラストだけでですね、皆さんの好きな四字熟語、これをですね、表してください。はい、お、はい、トンドさん、いや、もうこんなん、もうこれ一択やろ。定食。定食や。定食。当たり前だよな。うまそう。うまそう。白いやんけ、ただの。焼肉行こう。焼肉やろ、これ。はい、ゾムさん。僕ね、この四文字熟語すごい好きなんですよ。お前。個別に違うやろ、四字熟語ちゃうと。お前、あ、そういうことか。違う違う、一期一会か。一期一会や。あ、一期一会か。あー、そういうことね。はい、出るか。ちのさん、お、なにこれ、なにこれ。怖い怖い怖い。なんだこれ。簡単な四字熟語じゃないですか。一心伝心。そう。ああ、回ってくれ、チーノ。回ってくれ、回ってくれ。なんや、なんや、なんや。心ないやつがどうやって伝心すんの。そうやろ、チーノ。お前、片方あるけど、片方ない。はい、次のお題いきます。はい、はい。あ、いや、まあ大丈夫です。はい。いや、お前インコ、インコチーノ。まず消せるで。いや、よし。あと二つある。めっちゃあるよ。今日めちゃくちゃお前。出しとけ、出しとけ。いや、出そうな。ちょ、おい、いつから出てやろ。見えねえな、俺には。あ、ほんで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 、まだあんやろ。これ難しいっすよ。お、マジで。え、なんやろ、これ。あ、今回も使ってない、これ。え、上、これ。俺、なんか、いやけど、今からもう亀始まるで、よし、今から全員推理や。やばい、これ。この男はハゲてますか。いい質問ですね。いや、楽しみ。じゃあ、これ何なん。これ、うい天変。この世のすべてのものは移り変わり、無常であること。あー、あーね。